毎日水を3リットル4週間飲み続けると起こる体の変化。毎日3リットルの水を4週間飲み続けるとこんな変化が期待できます。美肌効果。こまめな水分補給で老廃物を排出することで代謝が良くなり、体の内側からお肌に元気が戻ります。集中力が上がる。コーヒーではなく水を飲みましょう。疲労の主な原因は水分不足です。水に変えることでカロリー摂取量が抑えられます。食事の前、コップ一杯の水を飲むと満腹感を感じ、過剰な食欲を落ち着かせることができます。シワが減る。乾燥肌、シワ、たるみは水分不足が原因です。十分な水分補給は肌に潤いを与えてシワを伸ばし、くすみを減らします。肝機能の改善。水分補給は肝臓内部の浄化を促します。これで血液もサラサラ。筋肉痛が和らぐ。体の水分が失われると筋肉痛が起こりやすくなります。運動中はこまめに水分補給を心がけましょう。記憶力が向上。水分補給は脳の働きを助け、思考力、記憶力などの知的能力も向上します。水を飲めば作業効率、スピードもアップ。消化機能の改善。体の水分バランスが整うと、唾液や消化器官の道の粘膜、腸の働きもスムーズになります。免疫力アップ。十分な水分補給は免疫バランスを整え、ウイルスや細菌と戦う免疫力を高めます。気分にも影響する。脳や体の細胞の水分が不足すると、疲労感、イライラ、緊張、気分の乱れ、落ち込みの原因になります。水を飲んで気分もすっきりしましょう。裸で寝ることが健康にいい理由。体温調節。一般的に人間の体は睡眠時に体温が下がります。厚手の服や暖かいパジャマなどを着てしまうと、体の自然な反応を阻害してしまう危険性があるのです。体温が高い状態では睡眠中もなかなか体が休まらず、目覚めた時になんだか物足りないというような感覚を抱いてしまうことになります。裸でベッドに入ることは体温が上がりすぎるのを抑えてくれます。睡眠ホルモンの分泌。安眠時にはメラトニンと呼ばれる睡眠ホルモンがバランスよく分泌されます。裸になり体温が正常に低下する環境で眠ることで、このホルモンの過剰な分泌が制御されるのだそうです。メラトニンの分泌は周囲の明るさや部屋の温度などにも左右されます。完全に暗くした室内で、かつ21度を超えない程度の室温で寝ることが理想とされています。人間関係の強化。裸で寝ることで恋人との関係性にもいい効果があるそうです。異性が一糸まとわぬ姿で隣で寝ていることを意識すると、愛情ホルモンとも呼ばれるオキシトシンが分泌されます。このホルモンは幸福感にも関係のある物質で、睡眠にもいい効果を与えてくれます。もちろん直接触れ合うことで2人の関係性も深くなっていくことも間違いないでしょう。ストレスホルモンの抑制。ストレスホルモンとして知られるコルチゾールの分泌は、体内の代謝プロセスと密接に関係しています。布団の中の温度が上がりすぎてしまうと、このコルチゾールの生成が活性化され、コルチゾールの分泌レベルが高まると、食欲の増加による体重過多や不安感、緊張といった症状をもたらします。裸で寝て睡眠時の体温を抑えることで、コルチゾールの分泌量を減らすことも可能になるというわけです。血流の促進、
不眠の解消。何も着ないで眠りにつくと血流を邪魔する締め付けや圧迫感が少なくなるため、循環器系にもプラスの効果があり安眠を促します。睡眠障害などに悩んでいる人はぜひ一度裸で寝てみることをお勧めします。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。